ガンちゃん、おかんぱい。ちょっと、こんにちは。ごめん。だ、はぐれたん。違うの。人身事故で電車が遅れ、ああ、そうそう。あれ、人身事故だった。人身事故。あ、そう。京王線ちょっと待って、ガンちゃん何の人？一生がいい、一生がいい、一生がいい、じゃあもう乾杯やって、もう飲もう。歩いてる、山はもう今日昼間あの会社の人と飯食ってたら、あ、酒も女性も2合ぐらいがちょうどいいなっていうどういう意味じゃない、どういう意味じゃない、共済会の人から言われたくない最近はまあただ1合ぐらいで持て余してるようなところ今日はそりゃそうですよもう卒業したよ俺そういう理論で。ちょっと待ってね。はい、あほら慌てるから。あと女性が集中してるね。ガチャちょっと準備して。まあ後でいいじゃん。まずあれしてから。年俸からさせてもらう。よかじまでいっぱい。はい。よかじま。はい。席が隣とか、ブランクが一緒とか、そうじゃない。ティッシュ入れなんですけど、ティッシュ入れ。で、それを、
あの柄をいろいろ作ったけん、どういうふうに選んでもらったらいいかわからんけん、くじを引いて一番から順番に取ってもらうというのはどうやろうかと思ったけど、けどやぐらしかけん、もうここから何個あげて、いや言わんやろと思ってみなさい、なんか言ってから取ってもらう。はい、ありがとうございます。どうぞ。あ、徹夜で作ったんだよね。徹夜で作った。うまい。こっちが、はい、ガンちゃんが作ったの。作ったの。わー、いただき、いいの、いただき、いただき、ガンちゃん、これ仕事に出てくる。ほんと？あのカステラ屋になろうかなと思ったけど、これ今からやる。これ一個まで。あ、二個も取った。あ、本当？よか、二個までよか。美味しい。本当にあって。ものすごい。ちょうだい。本当？二個まで許す。もうちょうだい。美味しい。本当に。広さ。はい。本当に飲むのは初めてやけんね。あのいつも電話で飲むのはあるけど、電話で飲んでも一応実感のわかんやろ。うん。あ、飯塚か。電話でな。飯塚やろ。あ、飯塚。あ、ゲーム、あ、ゲーム、大丈夫。オッケー。あ、はい。はようのまんば。いやもう新幹線の中で飲んだわ。酔うたでよ。酔うわよ。あ、どうもお疲れ。間に合ってよかった。おう。どうもすみません、ご迷惑。申し訳ない。止まった新幹線で売り子が来たわけ、ちゃんと。ちゃんとビール売りに来るわけ。でももうあの食べ物はやっぱり全てなくなったね。でもその前のほら水も凍ったからね。あ、やっぱり正解。ユキ、なんで今日トランペット持ってきてくれたの？